こんにちは、モータージャーナリストの竹岡圭です。今日はジャガーの F ペースをご紹介したいと思います。こちらですね、特徴的なのはヒュッとまずね水平基調に入ったこちらのラインと、ヒューってこう U の字を描くようなこのボンネットのラインね、これやっぱジャガーらしいこうロングノーズな感じとですねワイドな感じですね、これを表現したものとなっております。そしてサイドもですね、後ろに向かって徐々にこう上がっていくようなものになってるんですね。見た目にもいかにも走るぞっていう感じなので余計ワクワクしてきちゃうんですが、続いて今度はインテリア見てみましょう。インテリアはもうまんま最近のジャガーですよ。ここら辺に大きいディスプレイがあって、ナビ画面はここもそうですけどこちらのメーターにも映せて、これ液晶なんでね、いくらでもこうレイアウトも変えられたりするんですが、iPhone とか高い以外はジャガーどうですか、リアシート結構広いでしょ。このクラスの SUV の中では実は2ルームが最大なんですよ。これだったらまあ大人4人は当たり前ですけど、まあね、ここちょっと上がってるんで、まあ、真ん中ちっちゃい人だったらいけるかな、5人。ラゲッジも結構広いでしょ。これ数値でいうと508リッターなんですけど、段ボール箱がね、まあそこそこの大きさのが9個入るんですって、意外と入るんじゃないかな、このクラスにしては。いやー、しかし今日はね気持ちいいですね。八ヶ岳をですね今走ってるんですけれども、いやもう緑と青空といった感じで、こういったね優雅な SUV が本当に今似合う気持ちいいシチュエーションです。で、今回の F ペースですね、パワートレイン3つありまして、1つは2リッターのディーゼル、そして V6 3リッターに2種類ありまして、340馬力と380馬力というね馬力違い、この2種類全部で3種類がラインナップしています。やっぱりあれですね、高速道路みたいなところをシャーッと飛ばすシーンだと、V6 のガソリンの方が気持ちはいいかなっていうところでしょうかね。ビュッとこうスピードが乗るまでの感じが素早い、俊敏性があるので、こういうシーンはやっぱガソリンかなっていう感じですかね。で、一番の売れ筋はどうやらディーゼルだぞっていうことで、これねパワーは180馬力なんですけど、トルクがなんと430ニュートンメーター。これ2リッターのエンジンでこれだけトルク出てるのってないんじゃないかなっていう感じで、本当ねアクセルペダルにひょいっと足を置いてるだけでぐいぐい登っていっちゃうぞーといったところですね。今そろそろくねくね道に来たのでダイナミックモードにしてみようかな。ちなみにですね、普通のモードの他にエコモードなんかもねあったりするんですが、ダイナミックにしてみましたよ。おー、曲がる曲がる、あ、めちゃめちゃ曲がる。なんかアイポイント SUV なんですけど、めちゃめちゃ曲がるんですけど、あー、これね、SUV じゃない普通のスポーツカーですよ、この動き。おー、シャープシャープ、クイック、すごく、でもすごく安定してるんで怖さとかはなくて、アイポイントが高い分私はすごく今乗りやすいんですね。もう本当にね、誤解を恐れずに言ってしまうと一番乗りやすいジャガーかも、私にとって。あ、これはいいわ。ジャガーと聞いて皆さんが想像する走り、世界観、そういったものをしっかり持ちながら実用性をギュッと上げた SUV、 いや初めてね作った SUV とは思えないほど本当によくできてます。お金があれば私も欲しい。